でそこで、初めてですね、自分も藤田選手とその肌を合わせるんですけども、まあすごかったですね。おそらく、いや確定、やっぱり日本人最強、歴代最強の選手だというふうに思いました。藤田一幸選手ですね、初めて会ったのが、1993年、ちょうどその自分がパンクラスをですね、旗揚げした頃ですね、ちょうどパンクラス道場、横浜の道場だったんですけども、高橋義樹選手が連れてきました。後輩だということでですね、レスリングの後輩だということで、まあまだその時は、藤田選手まだ90キロぐらいですかね。で大学を卒業して、それで、これからその新日本プロレスに入社して、でそのままそのオリンピックを目指すということで、まあもしかしたら後々パンクラスに合流するのかなという、まあ、高橋選手の後輩なので、まあ、仲良くしてますので、がパンクラスに合流するのかなぐらいちょっとこう期待してもあったんですけど、こいつ面白いんですよ、面白いやつなんですよっていうふうに紹介されて、ちょっと手を見てください、この手、まあ、手を見たら、まあ、手も自分よりもちょっと大きいんですかね。そんでちょっとこう分厚い感じですね、まあ、体格はそれほど、当時はもう本当に180センチぐらいで90キロぐらいで、そんなに自分と変わらなかったんですけども、やっぱ手の厚みがなんかこう異常な厚さですね。よくライオンの子供は生まれた時からこう手がこう大きいんですけども、それとよくこう似たような感じで、でまあ年々こう巨大化していく感じなのがすごくよく分かりましたね。なんですけども、その巨大化する前のその藤田選手ですね、見た瞬間からなんか元気のいい、その新日本プロレス、まあまあいろいろ、まあ自分の後輩もいますけども、なんとなくですけども、久しぶりになんか特殊な、そのなんかその新弟子がですね、新弟子というか、まあ、まだその時新弟子じゃないんですけども、新日本プロレスに入ったなって、そんな感じをしました。でまあそこからまあオリンピックの活躍は全く目にしてないんですけども、3年後にですね、新日本プロレスに正式に入団して、所属となってプロレスラーとしてですね、活躍することになるんですけども、まあ、その後にそのデビューしてどうのこうの、活躍っていうのはあんまり記憶にないです。そして、その4年後ですね、ちょうどその2000年になりました。で、まあ、自分はヒクソン・グレイシーと戦うその準備をしてたんですけども、ちょうど藤田選手が高橋選手経由で新日本プロレスを退団したという、これがどうするんだろうねって、なんかリングスに行くのか、なんかいろいろ迷ってるみたいですよ、まあ、パンクラスはその中には入ってなかったみたいですね、なんかそのリングスに入るかもしれない、そんな話してました。でちょっとしたら今度はその猪木事務所、結局のところ猪木事務所に入って、猪木さんのところ入って、それで、プライドに出ることになりましたということになって、まあ、それで一緒に練習をですね、まあ、当時その猪木事務所で独自 の, そのトレーニング場所がなかったみたいなので、パンクラスの道場でそのプライド初参戦のため の, です、ね、トレーニングを、まあ、自分もちょうどヒクソン・グレイシー戦控えてましたので、一緒にやったのが初めてその手合わせした時ですね。晴れて、猪木事務所に入ったんですけども、そのなんでそのリングスからその猪木事務所にその行くことになったのか、最近出た本 の, その藤田選手のインタビューによると、やっぱりその、具体的に金額を提示してくれたそうです。なのでまあ、感覚としてはですね、外国人選手に近い感覚じゃないかなと思うんですけども、やっぱりその組織に所属をしているとですね、まあ、自分の実力とは裏腹にその、まあ、たくさんの人がいますので、なかなかこう スムースにその上に上がっていけないというかですね。でおそらくこの時はもう藤田選手、もう20もう半ば過ぎてたんじゃないですかね、まあ、自分の年齢のことも多分考えたと思うんですけども、実力でですね、その総合格闘技というその実力でその一気にですね、その上にのし上がってやろうと、そのおそらく勝負に出たんじゃないかなと思うんですね。それで実力が途中で途絶えてしまったら、それはそれで仕方がないと、そういう気持ちで、まあ、もしかしたらその太く短くでもいいので、その自分の実力でどこまでいけるんだろう、
試すその勝負に出て選択をしたじゃないかなと思いますね。やっぱり今思えばプロとしては正しい選択だと思います。でこれと同じような感じでその もう一人ですね、パッとこの頭に出てくるんで田村清志選手ですね。 UWF インターからその次にそのリングス行った時とかもやっぱりそのやっぱり自分をちゃんと評価して、まあ、パンクラスが評価してないかったわけではなかったと思うんですけども、やっぱりそのリングスの方が自分にとっていいその条件をですね提示してくれたということで、おそらくリングスを選んでっていう。で、まあ、その後にどん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 その、まあ、リングスで条件が得られなくなってきたら、今度そのフリーになっていろんなその団体を転々とその、フリーとして出てるっていう、そういう感じの本当に今思えばプロとしてですね、まあ、人気商売大事一番その大事なので正しい選択をしていったような気がしますね。まあ、外国人選手なんかはほとんどそれが当たり前なんですけど、まあ、どうしてもその日本のやっぱりその団体というですね、やっぱ組織ですねにいるとなかなかまあ、自分の思い通りというかですねいかない。やっぱりその団体にいるとまあ、最終的に自分は思うんですけどもいつかはその必要とですねされなくなる時期も来ますし、年取ってくればなので、最終的にその社長になってですね全て権限を握らない限りは選手一選手としてはいつかはそのいなくならなければいけない、フリー最終的にその自分がフリーにならなければいけない。なのでその団体にいるうちにどれだけその名前、その人気商売ですから名前をこう自分でこう広めるか人気を得るかということが一番重要なような気がします。で話をまた元に戻します。まあ、春ですねその猪木事務所に所属になってプライド参戦へという道になりました。でそこで、まあ初めてですね自分も藤田選手とその肌を合わせるんですけども、まあすごかったですね。確か藤田選手もフェイスマスクをつけて、自分もフェイスマスクをつけて、それでまあグローブつけてですね、もう本当にフルコンタクトのグラウンドの殴り合いもありのそのバリトゥートゥの練習をしたんですけども、必ずタックル入ってくる。当時はあんまりその打撃も知らなかったので、藤田選手は本当タックルがもう本当に自分の武器としてタックルから始まるその選手なので、自分はカウンターで膝入れたんですけど、その膝顔に当たったんですけども、当たった顔に当てながらですね結構膝にも感触があったんですけども、そのまま自分持っていかれて上に乗っかられてですね、それでポジションもう本当にまあガードポジション取ったんですけども、本当に防戦一方で、あすごいなと。でまあこれとこれとこれだけはちょっとちょっと注意した方がいいと、まあ、もちろんその打撃 そのカウンターもあるんですけども、あとはそのグラウンドでの、行ってはいけない場所とかでそういうのをこうアドバイスして、それでそのままそのプライドに行ってですね、見事ハンス・ナイマン戦に勝利した記憶があります。そしてですね、その後もうですね1回か2回かだと思うんですけどもですね、自分がそのヒクソン戦 の合宿を組んでたんですけども、その合宿にもですね確かそのレスリング合宿にも一度来てくれた記憶があるんですね。もしか確か来てくれたと思うんですけども、その時もすごくいい練習をしてくれてですね、本当助かりました。でまあ藤田選手はプライド見事勝利してですね、まあ、どんどんその強豪と戦ってマークケアとかですね、まあ、いろんなその選手と戦ってどん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 上に上がっていく、すごく気持ちいい、その時思ったんですけども、あ新日本プロレス出てよかったなと。でそのままずっと新日本プロレスに残ってたら、やっぱりその前座からその始まらなければいけない、それをやっぱりその自分のおそらくその年齢とこう比べたんでしょうね。それでまあどうしたらそのキャリアですね、例えば自分が15から始まってて年一歳しか違わないのにこんな位置にいると、まあ、そこにいかにしてその追いつくかっていうことを多分考えたんだと思います。だからその今までの足りないキャリアを総合格闘技のリングで実力でですねどん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 その埋めていったような気がします。
それですね、2000年ですね、まあ、その年の、5月に自分がそのヒクソン・グレイシーに敗れて引退してしまいまして、で引退をしてからはですね、その2003年でですね、そこから3年後の12月31日の、猪木祭りで久しぶりに藤田選手を見ました。ボクサーと戦ってですね、立ったままその肩固めをして、でギブアップを取ったんですけども、もうその時にはもうその頃にはもう完全にそのメインイベンターにまでなってましたね。藤田対誰々でもうお客さんが呼べるぐらいのその実力人気ともにそのついてました。解説の席から見て、まあ、3年経ってますんで、あ、すごい順調に頑張ってるなと、そういうふうに感じた記憶があります。そして、そこから、4年後ですね、今度は、2007年になります。自分がその復帰しました。で復帰をして2008年から、9年ですね、1年間はドリームをですね、その主戦場とした自分はですね、でその頃藤田選手は、戦国をですね主戦場にしていましたので、全くその自分たちが交わることはありませんでした。そして、2010年あたりから、まあ、自分はその全日本プロレスの主戦場としてですねプロレスに戻ったんですけども、片やその藤田選手は2013年にその IGF で石井聡選手とですね戦った、それで負けてしまったんですけども、それでちょっと多分疲れたんでしょうね、休養、長期休養に入りました。そして、再びですね、その復帰をしたのが2017年ですねの年になるんですけども、その頃にはその自分も、プロレスに復帰しても7年経ってますので、プロレスのそのプロレス界にいればなんとなくですけども、こう交わるのかなと、でそういうなんか思いもあったんですけどね。でその確かその前に青森のですね体育館で全日本プロレスの試合の時にちょうど諏訪間選手とやるやらないってそんな話になってまして、それでリングの上でから見た、そういう記憶もありますね。諏訪間選手とそのやるやらないの時に、でまあ次にですね2017年の11月16日にその再開しました。なんとその上海 IGF の、東方英雄伝というその日本では一度しかその試合を行ってない団体なんですけども、元のその IGF のそのあれですね、変化した姿ですね、まあ、その関係で藤田選手と嘉新選手が呼ばれて、でまあ自分と、もう一人、大きなその中国人の選手と組んで、メインイベントでタッグマッチになったんですけど、記者会見場で、久しぶりに会いましたね。本当にこう面と向かってお久しぶりですと、でなんか復帰して、ちょうど総合の試合をした1週間経ってない頃ぐらいだったんですかね、まだちょっとこう脳がそのガンガンするっていうことで また負けてしまったらしいんですけども、まあ、自分も復帰した時ですね、復帰した時のことをちょっとこうお話ししてしたんですけどね、すぐにそのやっぱりその日常生活を1年2年、まあ、自分なんかも7年送ってましたので7年その藤田選手は2年間丸々その日常生活普通の生活をしてた、やっぱりその戦うその体ではなくなってるんですね、まあ、気持ちというかですね、その毎日その戦いをそのと面していたその時間と普通の生活をそのやってた時間、まあ、全くその違いますので、なので少し時間がかかるかもしれないという、そういうアドバイスをしました。なのでとにかく最初は、自分を守ると、相手にこうその潰す倒すじゃなくて、まずその防御をして自分を守ると、で動いてるうちに必ずどっかで隙が出るから、そこをついていけば、必ず倒せる、防御誤信だと思っていった方がいいっていうふうにアドバイスをして、それでそこから、次の試合、その次の試合ですかね、総合でまた復帰した後ですね、ようやくその、白星になって、でやっと多分本来のですねその姿に戻ってきたような気がします。2年間のその休息期間から復活をして、ちょっとブランクがあって、そのブランクが
おそらく半年か1年ぐらいですかね、かかったと思いますね。なんですけどもまた復活しました。そして、その2年後ですね、2017か2019年、今年なんですけども、6月の20日、リアルジャパンの後楽園ホール、これまたタッグマッチですね、自分とスーパータイガー選手が組みまして、でまた、藤田選手と剣道家臣選手ですね、もうタッグマッチ、タッグマッチの時はお互いそのやっぱりその散るというかですね、相手2人ずつこういますので、なんとなくですけども、なんとなくですけどもちょっとこう透かしてたような気がしますね。ちょっとこう触ってはタッチして、触ってはタッチしてじゃないですけども、なんかそのおそらくもしかしたらそのあるかどうか分かんないんですけども、もしかしたらその一騎打ち来るかなというふうになんとなくこうお互い感じてたのかもしれません。でやっぱりその船木対、藤田見たいっていう声が上がればやっぱりそういう方向に行くと思いますし、なのでもしかしたら、このままずっとプロレス界に席を置いていればぶつかるんじゃないか、そんな感じでこうあえてですけども、お互いにこうなんかこうちょっとずつこう触るだけだったような気がしますね、はい、なんですけども3度目ですね、3度目は、今回ですね12月5日はもう本当に初のシングルマッチ、しかもそのタイトルマッチになりますので、いきなりその逃げも隠れもできないというか、もう思いっきりぶつかり合いをしなければいけない場所がですね3度目にして、とうとう来てしまったなと、正直、実際にやった感触はですね、これすごく不思議なんですけども、最初にそのレスリングをしている時、久しぶりに何かその自分よりも上の人とですねやってるような感覚、おそらくそのレスリングのテクニックは全然上なので、その自分の知らないその取り方ですね、腕の取り方とかですね足の取り方っていうのをこうパパッとこう出してきて、本当に防戦一方なんですけども、久しぶりになんかその上の人とですねやってるという感覚になりました。なんですけども、グラウンドの中に入ってしまえば、自分もですね向こうが知らない藤田選手の知らないそのかけ方を知ってますので、それでちょっとこうちょっとなんかただじゃいかないなみたいな、そんな感じで多分思ったと思うんですけども、でロープギアで、ちょっとこう頭が当たったんですね、ポン、なんかその頭もですねボーリングの大きな球がゴンって当たったような感覚です。なので簡単にかすったか当たったかなんですけども、一瞬でその目尻が切れまして、でこうポタポタこう落ちてきて、でも普段やっぱりその血っていうのはあんまり見ないですから、なんかこう赤いのがトントン自分の体から出てるなっていうのを感じると、なんとなくですけどもいつも思うんですけども、ちょっとこう燃えてくるんですね、これファイターだと思うんですけども、血が出てると、なんかそれでちょっとこっちもこうだんだんこうなんかこう燃えてきてですね、それで、スタートスイッチをしたのが、藤田選手の張り手なんですけどね、こっち側としてはこっちから飛んできました、パーンピカピカっときて、そのままあとはもうこっちもですねやっぱりそのあ来たなよしと言ってパパパパパッで一瞬こうひざまずいたんで、そのまま藤田選手がいつもやる蹴りをポンって顔に入れたんですね。通常であればこうちょっとぐらいこうガードしてそのダメージをですね防ぐのが通常なんですけども、全く手も入れず顔面で受けてましたね。なので脳も入れてなかったような気がします。ちょっとこう かすったじゃないですけども、なんか本当に人間をですね蹴ってるような感覚ではありませんでした。そのまんまこう体から頭が生えてるようなそんな感じで、その時叫んでましたね、よしよしよしいいぞ、蹴られていいぞってこう叫ぶ人間初めて見ました。
ね、なのでそこから先はもう本当に、自分も攻撃するんですけども、打撃を入れれば入れるほどあの肉体というのは本当にあのこうダメージをですね、あの吸収してこちらにそのあのどん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 疲労をぶつけてくるようなそんな肉体でですね、徐々に徐々にこっちもこう疲れてくると、もう本当には何かあの蹴れば蹴るほど疲れるな、なんかそんな感じですね。あの、はい、なんで、まあ、気がつけば自分の一番不得意とするパワーボムとですね、あとはその、まあ、バックドロップと、落下系の技2つ食らって、もう本当になんかせっかくここまでこう詰めてたものがスパーッとその瞬間なんかあのピラミッド崩されるじゃないですけども、あの格闘ゲームだったらいきなりこうゼロの方にこうレベルが下がっていく、そんなあの感覚ですね。で、まあ、最終的に、首をですね取られてしまっていたんですけどね、あの正直やっぱり、強いなと、しかも、思った以上に頑丈だなと思いました。あのこんなに頑丈な選手はあのそうですね、まあ、今まで戦ってきた選手を挙げれば諏訪間選手が近いかなと、でも諏訪間選手以上の頑丈さでした。なので、そうですね、あのおそらく、いや、あの確定、やっぱり日本人最強、歴代最強の選手だというふうに思いました。2000年からですね、2013年その石井聡選手に負けるまでの間ですね、13年間あの、まあ、猪木さんの弟子、まあ、自分も含めてなんですけども、まあ、たくさんいると思うんですけども、いまだかつてその猪木さんをその背負ってですね、戦ってきた選手というのはもしかしたらこの藤田選手唯一かなと自分は思ってます。やっぱそのテーマソングもそのアントニオ猪木さんの猪木ボンバヤのオーケストラバージョンを未だに使ってますので、まあそれを背負ってですねずっと戦い続けた13年間ですね、まあ、その自分がそのフリーになってから13年間、2000年から2013年までずっとその猪木さんを背負ってですね戦ってきた唯一の選手かなと。1953年にこの日本にその日本プロレス、力道山先生の日本プロレスというのが誕生しました。そこから2019年ですね、今年までその66年間あったその時間がですねあったことを考えるとですね、この藤田一之選手は間違いなくその66年に一人の逸材だと自分は思います。なので今のうちにですね、まあ、今藤田先生も49歳来年50になります。なので確実に落ちてはくると思うんですけども、まだですね、まだ自分がその戦った感覚でまだあと 1,2 年はですね藤田旋風吹き荒れるんじゃないかなという感じに思っていますので、今のうちにですね、そのできるだけ劣らないうちにこの各団体 の, その今からその売り出しにかかるというかですね、まあ、若い力ですね、選手、まあ、今そのトップでやってる選手たち、できればその歴代日本人最強のプロレスラーを味わってもらいたいなと思いました。まあ、自分とですね藤田選手今回、まあ、初めてそのシングルやったんですけども、プロレスをやってですね一つ勉強したことがあります。分かったことがあって、やり続けて諦めないですね、そのやり続けてれば必ずまたチャンスがですね何らかの形でその回ってくる。おそらく人生も一緒だと思うんですけども、生きていれば、途中でも死んじゃったらもうそのチャンスさえもなくなるんですけども、生き続けていれば、頑張っていれば必ず形は違うけど何らかのそのチャンスがですね、その再起するチャンスがこう回ってくるじゃないかと思います。